皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。元スマップのメンバーで、2024年も新たなドラマがスタートすることになっている木村拓哉さん。そんな木村拓哉さんにかつて退所疑惑が浮上していました。結論から申し上げますと、木村拓哉さんが退所するという公式発表は、2024年4月時点ではされていません。しかし、退所するとしたら2024年頃になるのではと推測されていました。ではなぜ木村拓哉さんに退所疑惑が浮上していたのでしょうか。木村拓哉さんが退所するのではと噂になっている理由、一つ目は工藤静香です。木村拓哉さんはジャニー喜多川氏の黒い噂が浮上した際、資生堂の CM 起用が白紙撤回されていたことがあったそうです。 CM の白紙撤回を見ていた工藤静香さんが、木村拓哉さんがジャニーズ事務所にいたら木村拓哉さんの将来が潰されてしまうと考えたと報じられています。木村拓哉さんの将来を案じた工藤静香さんが退所について話し合っているのではないかと推測されているようですが、これについての証拠などはないようです。あくまで噂です。木村拓哉さんが退所するのではと噂になっている理由、2つ目は岡田准一との仕事かぶりです。2020年から木村拓哉さんが起用されていたマクドナルドの CM、 木村拓哉さんのハンバーガーの持ち方が独特すぎると話題になりました。マクドナルドの CM は2022年10月から岡田准一さんも採用されています。時をかけるバーガーでは岡田准一さんの昔の姿が放映されており、エモすぎると話題になりました。これのどこが問題なのでしょうか。元ジャニーズ所属の2人が同時期に起用されていたことから、あえてぶつけているのではと問題視されているようです。確かに木村拓哉さんサイドから見たら面白くはないかもしれません。実は木村拓哉さんと岡田准一さんは信長役も、2023年大河ドラマの織田信長役岡田准一と2023年映画レジェンド&バタフライ木村拓哉で同時期に同じ役柄で被っています。これらのキャスティングに不満を持った木村拓哉さんに対し、退所するのではと考えられていたようです。木村拓哉さんが退所するのではと噂になっている理由、3つ目は嫁工藤静香との関係悪化です。 SMAP が退所する際、木村拓哉さんを旧ジャニーズ事務所に引き留めたと言われている工藤静香さん、ジャニーズ事務所の藤島ジュリー景子前社長と工藤静香さんはとっても仲良しだと言われています。そんな工藤静香さんは元彼YOSHIKIさんと結婚後もつながっているのではないかという不倫疑惑も報じられていたようです。旧ジャニーズ事務所に引き留めた工藤静香さんの不倫疑惑が木村拓哉さんに退所を考えさせるきっかけになったのではないかと噂になっていたようです。木村拓哉さんが退所するのではと噂になっている理由、4つ目はジャニー喜多川からの被害報道です。 BBC と岡本カウアンさんの報道をきっかけに問題提起されているジャニー喜多川氏からの被害報道。岡本カウアンさんがほとんど全てのタレントがジャニー喜多川氏から被害を受けていた可能性を示唆したことから、旧ジャニーズ事務所は現在大荒れなのではないかと推測されているようです。木村拓哉さんはそんな旧ジャニーズ事務所に失望し退所を考えているのではと言われていたようです。木村拓哉さんが退所するのではと噂になっている理由、5つ目は事務所への不満です。 SMAP 解散から始まり、 CM 雇用や織田信長のキャスティングなどから木村拓哉さんは旧ジャニーズ事務所に不満を持っているのではないかとの声も散見されました。旧ジャニーズ事務所への不満から退所を考えているのではないかと言われています。木村拓哉さんが退所するのではと噂になっている理由、6つ目は文春砲です。木村拓哉さんは2023年10月発売の文春で退所疑惑が報じられていることから、旧ジャニーズ事務所を退所するのではないかと噂になりました。ジャニーズ退所してSMAP再結成するのではとの希望の声も投稿されていますが、現時点では何も判明していないようです。さて、2016年11月石原麻里さんがブログで飛鳥さんの覚醒剤逮捕について言及した際、木村拓哉さんと玉置浩二さんについても薬物使用の疑惑を彷彿させる一文を投稿し話題になっていました。こんな文言があります。ところで、あのクリニックの平石元医師なる人物はどうされました。
玉木は言っていましたよ。スマップの木村くんもね。一応事実まで。とあります。この平石元医師というのは、覚醒剤で逮捕された飛鳥さんの元主治医であり、飛鳥さんのシャブ抜きを手伝ったと週刊文春が報じたこともある人です。このようなつながりがあったため、木村拓哉さんも疑惑に一時飲まれてしまいました。この噂の出どころが信頼できる筋ではないため、この真相についてはその後追及されていません。さて、2000年11月13日、自身の誕生日に即席の結婚会見を開いた木村拓哉さん。人気絶頂期のスーパースター、キムタクが、授かり婚、とあって、芸能界全体を巻き込む大騒動となりました。本人は少々照れながらも、幸せです、と堂々の報告していました。後の12月5日に工藤静香さんと入籍したのです。2020年12月5日に2人は結婚20周年を迎えました。この日、工藤静香さんは自身のインスタグラムを更新しました。今日は朝からファンの皆様が作ってくださったビデオや写真を見て泣いてしまいました。素敵なビデオ、写真、メッセージありがとうございました。と、結婚記念日を祝ってくれたファンクラブ会員への感謝を綴っていました。彼女にとっては、嬉しくも苦しくもあった20年間だったことでしょう。懐かしそうにスポーツ紙芸能デスクが解説します。キムタクと静香さんの出会いは、友人の酒井のり子らサーフィン仲間の集いがきっかけで自然と交際がスタートしました。キムタクは、カオリン、静香さんは、XJAPAN の YOSHIKI さんや、元、光源氏の諸星和美さんらと別れた後とされています。すでに20代後半を迎えていた彼女ですが、かねてから30歳までには結婚して、子供を産みたい、と話していましたから、キムタクと出会った時点で結婚を意識したと思われます。一方の木村拓哉さんも、スマップとしてデビューする前から工藤静香さんの熱烈なファンだったとも言われています。二人が唯一共演したのは1997年のスマップ、スマップで、デュエットを披露したのが最初で最後でした。工藤静香さんと石橋貴明さんのユニット、リトルキスの ASAP を歌ったのですが、今すぐ、さあキスをしよう、と何度も視線を交わし合ってハモっていたのが印象的でした。ステージ上では冷静さを保っていた木村拓哉さんでしたが、何でも収録後は、やべよ、と興奮気味に話していたそうです。入籍後の木村拓哉さんは住んでいたマンションを出て、都内の高級住宅街にあった工藤静香さんの実家に居を移すことになります。つまりは、マスオさん、になったわけですが、この頃には両親とは距離が離れていったようだとしています。木村拓哉さんのお父さんは厳格な方で、授かり婚をして、婿になった長男に納得がいかなかったのかもしれません。一方のお母さんはというと、レストラン経営を始めたり、講演活動で全国を回ったりするようになり、千葉県の実家にはお父さんと愛犬、ボニータが残る形になります。この家も数年前に手放したことで、木村家は、離散状態だったと言います。一方、夫婦には2001年5月に長女ココミさん、2003年2月に次女コウキさんが誕生しました。そして2007年には工藤静香さんの実家とほど近い広大な敷地に当時10億円とも言われた大豪邸を建てたのです。愛する家族と豪邸、順風満帆な生活に不満などあるはずがなかろうと思いきや、ビッグカップルならではの苦悩があったようです。結婚後は仕事をセーブして育児中心の生活を送っていた工藤静香さんですが、木村拓哉さんは変わらず現役バリバリのアイドルだけに、家族の存在を匂わすことは NG でした。娘たちがプレスクールに通い始めると工藤静香さんにママ友もできたようですが、夫自慢などできるはずもなく、うちは普通よ、などと当たり障りのないことしか言えなかったと言われています。どこから情報が漏れて記事にされるか分かりませんから、相当なガードをしていたのだと思われます。そのため、彼女が家庭や育児の相談ができるのは実母、古くからの担当マネージャー、そしてごく数人の親友だけだったとされています。シッターさんも雇ってはいましたが、当然ながら、観光例を敷いていたことでしょう。話せないことは、相当のストレスがあったと思われます。内助の功もあり、
木村拓哉さんの人気が下がることはありませんでした。しかし秘密主義を貫き続けた弊害か、ネット上で家族のあらぬ噂も飛び交うようになります。特に夫婦が我慢ならなかったのが、娘たちに関する根も葉もない話でした。先天性の病気を患っているなどといった誹謗中傷と捉えられるようなひどい書き込みですよ。また実際にそれを信じてしまう人が多かったこと、その結果治療のために静岡県や群馬県内の病院に通っていて、そのために別宅を地方で購入していると全国各地にキムタクの家があるとされたのですと芸能関係者は語ります。そしてこの2020年、写真集をはじめとする張り込み取材班がお手上げになったことがありました。木村拓哉さんは結婚から今に至るまで不倫や浮気などの女性に関するスキャンダルを起こしていないことです。彼を張り込んだという写真誌カメラマンは次のように述べます。独身時代はそれなりに未宿界隈などで夜遊びもしていた木村拓哉ですが、結婚後はスマップのコンサートや紅白ドラマの打ち上げ、各関係者との仕事絡みの夜遊びはあれども、浮ついた話が一つとしてこぼれてこない。なんとかして女性関係をつかもうと下世話な話プロのお店でもと張り込んだのですが、仕事先からたどり着くのはいつも自宅。つまらない。誘惑から自分を律しているのか、それとも今も静かに続婚なのかと語ります。実際夫婦関係はどうなっているのでしょうか。2009年1月3日の三択では、家族ぐるみの付き合いがある明石家さんまさんがまさかの暴露をしていました。明石家さんまさんはしてないんやろと述べました。ゴルフ対決で互いに動揺することをささやき合って邪魔をするという場面だったのですが、どんな言葉にも平静を装っていた木村さんがこのしてないんやろには動揺を見せたのです。さすがにギャグでしょうが、内情を知るさんまさんのぶっちゃけは妙にリアルで、ちょっと笑ってはいけない空気でしたと、そんな場面があったそうです。木村拓哉さんと工藤静香さんの左足首には結婚時に入れたとされるお揃いの蛇が彫られているそうです。足首に巻きつくような蛇の意味は永遠、つまり夫婦はまさに体で永遠の愛を誓い合っているのです。そんな二人の愛の証であるここみさんやみつきさんもすっかり大人の女性となり、両親を追うように芸能活動をスタートさせました。家族4人がインスタグラムで発信し、互いに登場し合ってつながっていることから見ても、夫婦関係は良好と言わざるを得ません。さてデビュー以来25年間ジャニーズグループを引っ張り続けてきたスマップが解散を発表した際には、ファンのみならず日本中に大きな衝撃が走りました。以前からメンバー事務所間で話し合いが行われてきたのですが、活動休止を申し出たメンバーの一方で、休止より解散したいというメンバー間の溝が埋まらず解散に至ったといいます。その深い溝の当事者と噂されているのが木村拓哉さんと香取慎吾さんでした。真相はどうなのでしょうか。スマップが2016年12月31日をもって解散すると明らかになり、所属事務所はマスコミ各社にファクスで書面を送りました。国民的アイドルグループの歴史はデビュー25周年という節目の年に幕を閉じることとなったのです。日刊スポーツが2016年1月に報じて明らかになった分裂騒動は一旦収束します。グループ存続に向けて何度も面談や話し合いが進められてきたのですが、メンバー間の潜在的な溝は深かったようです。事務所からは前向きな状況が整うまでグループ活動をしばらく休むという休業を提案していたのですが、メンバー数名から休むより解散したいという希望が出たと言われています。事務所は解散について全員一致の意見ではないものの、解散したいと考えるメンバーがいる状況でのグループ活動は難しいと判断し、本日のご報告となりましたと説明していました。香取はスマップメンバーの最年少で、木村とは5歳の差がある。少年時代はいつも木村にタバコを買いに行かされ、有名になってからもおい慎吾持ってこいよなどとスタッフの前でもパシリをさせられている。相手に気を使わない木村の傲慢さに耐えられなくなったのですと語る関係者がいます。確かに
交換言われているように香取慎吾さんは飯島道マネージャーへの思いが強く、解散するまでにコンサートや新曲を拒否していたようです。ましてや解散を言い出すようなキャラクターではないでしょう。むしろ解散を言い出したのはメンバーと飯島マネージャーを裏切った木村拓哉さんの方で、ジャニーズに提案してまとめたのも木村拓哉さんではないかと言われています。いかがだったでしょうか。今回は木村拓哉さんの近況について見てきました。木村拓哉さんは旧ジャニーズ事務所への不満や工藤静香さんとの離婚疑惑などから退所するのではないかと言われていることが判明しました。今の退所報道は鳴りを潜めているので真相は判明していません。そしてスマップの解散騒動についてですが、いろいろと憶測が飛ぶ中唯一はっきりしていることがあります。それはスマップは解散という話が出るそれ以前にとても一緒に活動できるような状態にはなかったとする人がいます。木村拓哉さんと香取慎吾さん、中居正広さん、草なぎ剛さんの間で全くコミュニケーションがない状態が続いていたからです。グループとしてやっている仕事はスマップスマップだけでしたが、その収録でも全く話をしない、目も合わせない状態だったというのです。そのためビストロと歌以外に5人揃っての企画は一切できていないし、ビストロでも観覧の客を入れられることができないでいたといいます。これらの状況を見ればスマップの解散というのは必然だったとも言えるのではないではないかと思われます。今後も木村拓哉さんの動向に注目していきたいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。